いつも小林消防設備の動画をご視聴していただきありがとうございます。福岡県豊前市の小林消防設備の小林です。今日は私が施工した非常警報設備のシステムを使って、今から非常警報設備の起動方法及び復旧方法について確認していきます。こちらですね、日産製の非常警報設備一体型になります。非常警報設備のですね、起動方法は、このですね、強く押すの部分を強く押すことで、音響を明動させることができます。復旧についてはですね、各メーカー様、およびですね、各非常警報設備のですね種類によって、異なります。そしたらですね、こちら作動試験を行います。じゃあ作動試験します。復旧、こういったですね動きになります。非常警報設備は手動の警報設備になります。人が火災を発見した時に、この非常警報設備の強く押すの部分を強く押すと、音響が明動して周囲にですね早期の避難を促すことができます。火災を発見したら、この強く押すの部分を強く押して音響を明動させてください。非常警報設備の音響が明動したら、大切な命を守るための行動をとってください。火災時に発生する有毒な煙にご注意ください。この有毒な煙で命を奪われます。火災時には極力この有毒な煙を吸い込まないような対応対策を捉えてください。避難及び誘導の際には、誘導と誘導標識を目印にされてください。誘導と誘導標識は避難経路に設置されており、誘導と誘導標識を目印に避難及び誘導すれば、必ず最終避難口まで導いてくれます。矢印付きの誘導と誘導標識があれば、矢印の向きが避難及び誘導の方向となります。火災時には消火器による初期消火、迅速な119番通報、避難及び誘導が重要となります。大切な命を守るための行動をとってください。